皆さん、こんばんは。こちらは、ラムナイ放送局の日本語のニュースでございます。ファムン,ジンシューソーは、4月27日、台分第二カリオク発電所の落成式に出席し、リンハタイ工業団地にプロジェクトを作詞しました。外資学42兆論を超える台分第二カリオク発電所は、 12年の後期を盾落成されましたが、数年間で工事の一時中止でなければならないこともあって、多くの問題により人民を不安にさせ、イライラさせし、地方自治体は非常に懸念されて、完成させることは不可能に見えます。議関が提案した初期投資と比べて4兆8千億ドを増やす必要はなく、2千億ド以上も契約できます。 首相は、大分省と積極的な発展した投資家を高く評価し、具体的な成果を上げました。首相は、この場所をモデル工業団地に設定することを提案し、最初から交通インフラの動機的に計画、電力と水のインフラ、環境保護、土壌の住宅地の計画、サービスと機能計画に焦点を立てました。 市民委員会によりますと4月の企業の労働稼働率指数は前,前月より0.4%増加し前年同期と比べて6.35%減少しました労期間等の減少の理由は工業界が製造・注文の不足、風間線工業、ロテーション休暇、無休休暇に直面しているため 従業員数が前年同期に比べて大幅に減少したためです。2023年の最初の4ヶ月間に累計された労働稼働率指数は同期に比べて4.76%減少し、その中で過去及び製造業が急激に減少し、急激に減少したのは非国営企業であり、次に外国投資企業が続きました。 これは注文の元素による仕事の不足を示しており不安定な仕事と低収入による非国家労働者の影響を受けています。ロムナイ科学技術局は市内での科学技術とイノベーション活動の促進に向けた課題に関してビンハン市の人民委員会と協力しました。ビンハシの住民が 120万人以上いるものの面積が小さくなっており、産業、商業、観光サービスの都市として特定されているため、環境、建設管理と地域管理に特に関心を持っています。現在、投資インフラ管理ソフト上は長い間に実装されてきたものの、 広く適用されておらず人々がソフトウェアを使用しても建設中の土地の造業や計画の問題を知る方法がまた理解できませんでしたしたがってビンハンシは科学技術教育に対し動詞の特性に合致した独創的な科学技術を創設し動詞の強みを強化するよう要請しました日本は 北朝鮮が核・ミサイル計画を強化する状態中、防衛動機を強化するという米韓契約を監視しています。松野博一官房長官は、北朝鮮の核・ミサイルの脅威に関する、ワシントンの核・大抑止力の強化に関する米韓の間で議論が行われることは、地域の平和と安定に支持するものだと述べました。 市によりますと、そのような抑制力は、軍事力で防衛するというコミットメントと見なされているということです。これに先立ち、4月26日の首脳会談では、ジョー・バイデン米大統領と韓国のユン・ソックヨール大統領も、核兵器をめぐる情報共有の枠組みを新たに設置することで合意しました。 米韓両国が核兵器をめぐる情報共有の枠組みの新設で合意したことに関連し、日米両国なども同様の対応を取る必要性はないか問われたとき、松野氏は米国間では2000周年以降、拡大抑止の意思強化に向けた取り組みを議論してきている。引き続きさまざまハイレベル協議を通じ、 実質的な議論を進めていきたいと述べました。ロシアのプーチン大統領は27日、ロシアが建設プロジェクトを受け売ったトルコ省の悪油原子力電力省に核燃料を搬入する式典に出席しました。式典で,式典でプーチン氏はトルコの指導者たちは常に ロシアとの関係を促進することに尽力していると述べましたまた今日の式典はトルコの指導者だけでなくアルドアン大統領があらゆる分野で二国間関係を促進することに非常に関心を持っていることを示していますこれに対しプーチン氏は私たちとしては この姿勢を確かに支持しており、2国間関係の緊密な協力とパートナーシップは、総合に有利であると信じています。その上で、ロシアの指導者は、両国が2010年に証明した政府環境宛定の下で実施されているプロジェクトである悪友好訴の発掘について、エルドアン氏に祝辞を述べましたご清聴ありがとうございました。